週末はよく晴れて夏のような暑さになるところも多くなりそうですが、週明けは広いエリアでお天気崩れていきそうですかね。そうですね、ではちょっと週末の天気図からまず見てみましょう。はい、はい、まず明日なんですが、こちらに高気圧があります。ですので、まあ、西日本東日本中心に晴れそうなんですね。はい、はい、そして週間天気図見ていきますと、まあ、日曜日も、まあ、西から前線北上しますが、まあ、晴れの天気、まあ、九州以外はね、なんとか続きそうですが、はい、月曜日になるとこのように梅雨前線が北上してきます。火曜日低気圧が通過します。ですので天気崩れそうなんです。はい、では天気アイコンで確認してみましょう。はい、この通り土日週末は晴れアイコンがかなり並んでいますけども、まあ、月曜日から火曜日にかけて、まあ、この通り雨アイコンが、西から北へと広がっていくという形になります。崩れるのが、まあ、火曜日だという地点も、ね、東日本など、ありますけども、まあ、週明けは下り坂と、いうことが言えそうです。はい、はい、さらにですね、こちら見ていただきますと、まあ、西日本この黄色の雨の予想もあります。これ月曜日の予想なんですけども、まあ、この通り雨が強まると、いうこともありますのでね、まあ、週末の晴れはかなり暑くなりますが、まあ、貴重な晴れ間ということになりそうですね。はい、週末の日差しをですね、ぜひ有効的にご活用いただければと思います。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご活用ください。